Who are you? Who are you? ということで、えー、今日はですねブランド紹介をしていこうかなと思うんですけども、まあ、そのブランド紹介がですね、まあ、当時裏腹、まあ、ブーム裏腹系ブームっていうものがありまして今までいうストリートブランドがすごく流行った時期があったんですよ。えー、で、えー、まあその当時流行ったブランドっていうのは結構もうなくなってるブランドが多くて。 えー、その中でもね残って今も続けているブランドでかっこいいものをね3つ選んだのでまあ、それを紹介しようかなと思います、えー、まあ、当時知ってる人からしたらあまだ続いてるんだと思う人もいると思うし全く知らない人はねまだ新鮮に映るかもしれないのでまあこの機会にね、えー、調べてもらえたらなと思いますということで、えー、早速なんですけど紹介していくこうと思いまーす はいえー、まず一つ目は NEXA7 というブランドでして、まあ、ブランドコンセプトとかも横に貼っとくんですけども当時のイメージで言えば、えー、ディズニーフォントが有名だったのと、まあ、最近もちょいちょい出してると思うんですけどあと他はあの女性の顔を履いてあるスウェットファンがすごく高かったイメージで、まあ、僕も当時中学生ぐらいだったので、まあ、もうちょっとお兄さんたちが着てるかなというイメージだったんですけども。 まあ、今回紹介する中では一番大人っぽいかなと思ってて、えー、まあ当時ね、えー、裏腹系好きだった人も,もう多分年齢的には同世代はね35とか40歳ぐらいにはなってると思うのでそういう人たちに着るのに、えー、とちょうどいいのかなというところで今日は NEXT7 を1つ目に選ばせてもらってまあ最近だとちょっと前なんですけど。 あのー、バーバリーのトレンチコートを再構築して、えー、販売してたりとかね、えー、ポータともコラボしてたりとかいろいろね、えー、やってるので、まあ、ぜひ、えー、この機会にねネクサス7チェックしてみてくださいそれで2つ目のブルドのバルというブランドなんですけども個人的にちょいちょい今でも買ってるブランドで、まあ、当時を知ってる人からしたらバランスウェアデザインっていう、えー、名前でやってたんですけども人気ほんとすごくて一時期は。 本当エイプととかかそういういいいいブランドにも追いつく勢いあったんじゃないかなと体感僕の中学生の体感でしたけどまあ当時知っている人書き込んでほしいんですけどでまあ途中からまあバルっていう名前に変わってえで今はね34年ぐらい前からこのどっちかというと僕とかが好きなジャンル今っぽい感じに路線を変更したんですけどまあそれはまあ結構。 的当たってきてるなというところでまあ僕がもしお店一人でしてるんだったら取り扱うかなというぐらい結構好きですまあ人気はね正直、えー、あまりないんですけども、まあ、何がねおすすめかっていうとバールの,の毎年なんか最近あのフェイクムートンみたいなの出してるんですよ。で普通ムートンとか買うとアクネとかね20万とか30万とかするじゃないですか。 まあそれがまあ4万円とかで書いたりしてクオリティもめちゃめちゃ高くて十分持ってるんですけど画像だけけ貼っ付けときます <laughs> えー毎年出しててかっこいいのとまあ結構ベルトなんかおすすめありますかって聞かれるんですけど当時ねまあ編み込みのベルトがバランスレーザインで流行ったんですけどまあそれをアップデートしてねえ今もねネオンカラーとかで出してるので今の雰囲気にね合うかなと思ってて。 えー、個人的にも持ってますしまた新しいなんかピンクとかなんかいろんな色が出てるのでまあ、ベルト悩んでた方いたら是非あのバルのベルト買ってみるのもいいかなと思います個人的に一番おすすめ3つの中だったらはいということで、えー、バルまあ、岡山のブランドなんですけど是非チェックしてみてくださいはいい最後のブランドがというブラランンドドが CE とう でまあ、これは当時からあるブランドではないんですけどもまあ一番、えー、有名かなこの中ではと思いますで海外の取り扱いも結構多くて、まあ、海外からも評価されてるブランドだと思いますしまあ34年ぐらい前は結構着てる人見たんですけどあんまり最近は見かけなくなったかなと思います、まあ、ブランドの説明も載せておくんですけど まあエイプとかね、えー、ビリオネアボーイズクラブのグラフィックを担当されたスケートシングさんっていう方がしてるんですけども、まあ C の格好良さって言ったらやっぱりグラフィックが、グラフィックデザインがめちゃめちゃかっこいいので、まあ今期のダウンとかもまあそう柄で格好こい,いので、まあぜひね、まあ見てほしいなと。この格好良さを。まあそれに、えー、尽きると思います。ちょっと雑なんですけど。えー、ということで、まあ今日は、えー、ネクサス7バル、えー、C を 雑なんですけど紹介してみました、まあねほんといろいろストリート系 YouTuber 出てきましたけどみんな「シュプリームとザ「ザテンと「パチモンとか紹介しててんーまあね変わり映えしなくて楽しくないなと思ったのでまあ今日はね当時から、えー、続くブランドをね、えー、紹介してまあ皆さん視野を広く見てくださいという動画ですということで今日は終わります。